RGB21 ピンとはアナログで映像、音声を伝送するための端子の名称。フランスで標準化されたスカルト端子と同一形状である。スカルト規格ではコンポジット RGB と2チャンネルの音声を伝送できるが、日本ではゲーム機器や一部のパソコンなどの RGB 接続手段として使われることが多く、コンポジット接続は省略されたため RGB。 接続専用端子として RGB21 ピン端子という名称が多用されている EIAJ で規格化された端子である RGB 接続は垂直同期信号と水平同期信号を別に伝送する DOSV 機の d サブ1 5ピン端子や通常の PC-9801 用モニター端子とは違い テレビと同じ 15.75kHz の複合同機信号を伝送するため現在のパソコンのモニタ端子としては使用できない。日本国内では MSX にパソコン用モニタやそのモニタ兼用テレビ PC-9801 用モニタの一部機種でこの端子を用意しているものが存在していた。また NTSC 対応のモニタでは複合同機信号水平同機信号 垂直同期信号に分離する同期分離回路と、その回路用の変換ケーブルを自作することで、この問題を解消できた。変換ボックスには市販されているものもある。FM タウンズ用の一部モニタでは、複合同期信号入力に対応しており、21ピンから15ピンへの変換ケーブルを自作することで、表示可能である。レセプタクル、またはプラグを、ハンダ面から見た図となる。 なお、本来のスカルト端子とは、端子配列が異なるので注意。また、MSX の一部の機種では、RGB 出力端子が DIN8 ピンでない場合があり、ケーブルが転用不可能なことも考えられる。Xbox 360のスカルトケーブル。ありがとうございます。